はい、よろしくです。こんにちは、ラファエルですけど、何か。はい、今回ですけども、はい、ラファさんと2021年来ましたか。一発目のコラボということで、明けましておめでとうございます、皆さん。明けましてです。はい、もう何本撮りでもみんな疲れてます。はい、はい、拍手もありません。ありました。まあ、ラファさんのチャンネルで、はい、2020年の振り返りをしたんですよ。ありがとうございます。その動画は別に見なくていいんですけど、見るわ。見てくれ、それは見た方がいいですか。見ないとここが分かんないです。大丈夫です。昔俺のチャンネルこちらですって全然関係ないチャンネルとか貼ってました。あの意地に何やっときますね。やめてよ、フリーでしょ。ほんまにそれやめて。やっときますね。ちょっと前さん頼んで。お2021年、これはどういうことですか。ん、はい、ん？2021年、YouTube、どうなっていくのか。わー、この話はおもろいぞ。これを一発目予言しとこうかなと思ってまして、これ予言していれば、当たって当たってないってわかるじゃないですか。それまた、年の終わりに当たってたのか当たってないのかやれるじゃないですか。もうなんかあらかじめどんなことが起きますとか、はい、どうなっていきますっていうのを予言していこうかな。わかりました。いい話も悪い話もって、YouTube の話ですね。もちろんそうです。はい、そうでしょ、絶対。じゃあこれフリップで発表みたいなします。フリップでいきますか。そんな書ききられへんけどな、俺。ズバッといけるやつはフリップにして、無理なやつはもう言葉でいきます。あ、わかりました。怒りそうな出来事ですね。まあ別に面白い面白くないとかそんな関係なし、もう普通にありそうなこと。あ、そういうこと。別に大喜利じゃないんで、まあ、この一言からのいろいろ説明させてください。はい、わかりました。ごっつかった。ごっつかいもさすがにここも頑張ってて、はい、あ、そうそうそう、頑張ってやってみて。あ、そうそうそう、あとあとチラッと見えてるんですけど、別にこれ書くことのことでもないでしょ。なんか馬の名前みたいに書いてますけど、ね、いやいや、マジで見たらわかるけど、これ書く必要あったみたいな。一言言ったらもうないもん、ないもん。いやー、ケース早く見せてください。見せてほしい。嘘なしでしょ。ほら、一言で YouTube どうなるってなった時に、え、去年、その前とかだったら、いや、面白いことになります。盛り上がっていきます。レッドオーシャンになっていきます。どうのこうの。もうそれどころじゃないと。はい、もう厳しくなりますよ。いやいや、これ感じいいでしょ、別に。俺ほんま可愛いでしょ。いやいや、しかもすいません。遅いから。すいません。遅いから。すいません、ないやん。嫁が俺のことは可愛いって分かるでしょ。ほんまに。不安で不安で仕方ないやろな。可愛いでしょ。まあでも厳しくなるでしょ、そりゃ。まあ、僕はもうめちゃくちゃすごい大変になると思ってて、去年ぐらいには僕はまだまだ YouTube のパイはいっぱいじゃないんですよ。だからいっぱいになるまでは僕はいろんな芸能人の人がいろんなお金もらって手伝ったって、はいはい、その人たちが伸びる数字を取られる、お客さん取られることじゃない、その人をいろんなうちに呼んでくる、僕の数字を回り回って伸びてくるって言ってたんですけど、パイがいっぱいになったらみんな戦争しましょうねって言ったんですけど、はい、もうパイがもう結構きつくなってきてるんかなっていう意味で、もう厳しくなるよと。もう僕もそんなたやすく簡単に人と関わったりしないですよと。で、芸能人のコンサルも一切やりませんと僕言いましたし、この間ストーリーで。あ、マジっすか。企業さんのコンサルはあと2、3件だけ受けてますけど、芸能人も一切やりませんって僕言いましたし、一切やらないです、ね。確かにマジで人が増えすぎてというか、 YouTube をする人間が増えすぎて、はい、見る人間がもう追いついかないっていう、はい、これもうシンプルに普通の一般社会と同じで、こういっぱいがいっぱいになったらじゃあ戦いましょうっていうことなんで、こっからはもうそんなノリでは関わりない。まあ確かにマジでレッドオーシャン、血の海っすね。やっぱり今年ヒカルさんも言ってましたけど、僕も言ってましたけど、はいはい、ここ2年有名なやつおるかって言われておらんって言って、おるやつがみんなテレビに1回出てるやろとか、カップルチャンネルなんでも最後みんなテレビに出てるやつで、なんもない、ただの一般人で、わあこれはってなるやつおらんって、まあ、10代の中で一部有名とかそれいくらでもおるけど、ね、っていうところで、それがこの数字まで100とかになってくる兆しが全くないっていう予想を当たってたわけで、ね、まあそうですね、どんどんね、それはもう、はい、そういうもんですよね。まあ、僕の語彙力がないのはすいません、それはもう。はい、いやでも大丈夫ですよ。厳しくなるって、他の言い方絶対ありましたもん。はい、すいません。じゃあ僕いいですか。はい、これはもうね、2011年間違いないと思います。はい、崩壊。まあこれ崩壊ってどういう意味かっていうとですね、要はもうプロダクションがしんどくなってくるってことです。まあ、一番わかりやすい例でってありましたけど、もうプロダクションビジネスが僕は崩壊していくと思います。これ何でかって言ったら、 YouTube をやってる人間も頭が良くなっていってるんですよ、どんどん。はいはい、昔って、まあ、YouTube やってる人間って知識もなかったし、どういう仕組みで稼いでるのか今じゃ分かってなかったんですよ。でも今って本当にクレームっぽいね、こんな嫌やねんけど。俺いい入りますよ、本当に。これちょっとね、僕はそれで言うと考え方が違うんですよ。おっしゃると当たってるんですけど、さっきのごめんなさい動画外の話ばっかり申し訳ないんですけど、手広くやりすぎたらこうなるなっていうのと一緒で、でかいとダメってだけです。事務所でも少数精鋭で毎回飲みに行くのが、団結してる事務所だったら全然問題ないです。規模はでかいってちょっときついですね。そういうのがちょっと厳しくなってくるかなっていう、そのプロダクションがもう管理しきれないというか、クリエイターが多すぎて、その規模でやっちゃうのも無理ですね。で、その結果知識つけてるクリエイターが増えてきてるんで、いろんな知識をもう手に入っちゃうんで、その結果辞めていく人間がどんどん増えていくのかなって。でもやっぱ海外がプロダクションってあんまなかったりするんで、海外の YouTuber って、まあ、それがやっぱ日本にも降りてくるのが、フリーエージェント制みたいなのがあるじゃないですか、エージェント制みたいなので、そっちが主流になってくるのかなっていうのを思います。ここの場合だと
が特殊っすよね、要は広告収入が何パーセント取るじゃないですか、はい、その形がちょっともう無理があるのかなっていうのは、無理があるっていう言い方が正しいんじゃないですか、 YouTube 界全体としてはこれ結構でかいことなのかな、別に悪いことじゃなくて単純に時代が変化してるんで、まあ、だから何かしら変わってくる可能性もありますね、とは言ってもすごいですけどね、まあ、すごいのはすごいですけど、はい、でも変わってくるのかなって思いますね、やっぱ事務所もエージェントも結果一緒ですからね、やってること中身っすね、取るとか取れへんとか規模っすね、やっぱお金の流れだと思いますね、案件で結局パーセント取るのは一緒なんで、全部何もが無料じゃないじゃないですか、ボランティアじゃないんで、だからなんか決まった金額を一律で取るっていうビジネスモデルに限界が来てるのかなと思います、うん、要は同じサービスを提供してるわけじゃないのに同じ額取ってる、同じパーセンテージ取ってるっていうことが、うん、これが限界なのかなっていう、そんな気がします、税金みたいなもんですね、いや本当そうですね、それがだからちょっと払ってますけどね、厳しくなってくるんじゃないかなと思います、順番なんかいいように並べるようにしてほしいですね、2021年ね、税金いっぱい払ってる人、確かにね、まあでも僕はちゃんと習いますけどね、それはもう個人差があるんで、僕は並びたくない、はい、それはもう全然ご自由にどうぞって、もう僕は大丈夫ですよ、それはこの間でもそうや、それで言うとあれば、とある夢の国、ホームページに普通に載ってますよ、普通にホームページに載ってることですけど、はい、並ばないやつを買ってですね、行かさせていただいて、はい、よかったです、ああいうのをもっと作ってほしい、病院でも区役所でも、並ばない人は、はい、1万円、じゃあ払うって、だから税金払ってるからええやろ、おらっていうような見た目はいいんだ、はいはい、このチケット買ってんやったらいいんじゃない、うん、プラスでさらに、すごいのやってほしいの、俺、夢の国なんかもう何も並べ、ずっとコンシェルジュがずっとついてまうんですよ。なんか飯食う時も全部売店だと思う、すごいな、めちゃくちゃなんでしょ、僕はちょっと目立っちゃうぐらいですね、デメリットの、ぶっちゃけ目立ちます、目立ちますね、明らかに誰かと一緒にずっと僕ら、まあそうですね、並ばず行くわけですもんね、裏口とか存在しない道から入ってるんで、へえ、ちょっと感動でしたね、存在しない道もあったりしたんですよ、中に、へえ、それはちょっと感動でした、そこ裏が見れた感じが、結構高いですね、だったら料金で言うと、いわゆるそのスイートに泊まって、これホームページ普通に載ってますから、あ、有名ですよね、はい、泊まったらプラスそこから30万か40万払ったら、50万のスイート泊まれたらプラス払ったらトータルで80万ぐらいでやれちゃうっていう、へえ、安いっすよ、それで考えたら、そういうのやってほしい、2021年、まあ飲食店でそれあったら確かに便利ですけどね、寿司三昧1万円払ったら7万であっていいじゃないですか、まあ確かにっていうのを当たり前に知ってほしいですね、全然関係ない話です、すいません、上流階級の悩み大変なんだなって、はい、早く天竜人になりたいですよ、こうやって頑張りたいですよ、ね、あ、次、ま、どんどん同じように書いていくんですか、まあ書いていくパターンもいいですし、別に口頭で話すパターンもいいですし、一つは大きなそれですね、まあこれは僕は間違いが起こってくると思います、まあ、実際本当2020年、どっち行きたいわ、どっち行きたいわ2020年で結構そういう動きがあったなと思う、はい、ありましたよね、はい、だからもう単に2021年はもっと活発になるだろうっていう、どうなるんですかね、結局ね、みんなね、だとしてそれで、だから一人一人が独立していくんじゃないですか、独立優遇みたいなのが増えていくイメージありますけどね、難しいですよね、結局誰かが関えてたり、結局案件どうすんねんとかなるし、まあ誰かが関わるんですけど、事務所に所属するっていう形が減っていくんで、要はその名乗ったりとかする、私はこの事務所なんですみたいな、その形が減っていくと思う、確かに確かに、なんかこいつどこの事務所なんって思ったら裏で繋がってるとおっしゃる人でも名乗ってないんで、そういうのも増えてくるかなみたいな、そもそももう事務所ってなくないですか、そんなにないっすね、ぶっちゃけどこがあるんですか、言ってもキーとウーンとバズと、バズも一応あるんだ、まあ、他にもなんかちっちゃいところで言ったらあるんですけど、有名なところはもう限られてるってだけだと思うんですよ、ね、うん、どうしていくね問題ですね、これね、クレーターね、今後ね、でもなんかね、僕らね、その子さんのっていう、もう子さんだと思うんですけど、僕らもこう、まあ、ヒカルさんも数字上は、ちょっとこうではないじゃないですか、なかなか難しいっすね、すごい数字取るんですけど、はい、それで言うとなんか、僕らもそろそろパイがいっぱいになって、生き残る方法を考えていかないとダメっていうか、チャンネルの存続、ヒカルさんなんかもう、ずっとヒカルさんが出てる限り大丈夫だけど、イメージ的なヒカルさんって、まあ、ネタの方向性が変わっていくんでしょうけど、10年経っても20年経っても、いそう。あただ、まあファンは全くもう変わってきますけどね、もちろんそうですね、ずっといそう、でもそうなると数字落ちるんか、今の理屈から言ったらファンはつかないですから、まあ、どうなんですかね、わかんないとこもありますよね、若い頃に人気になった人って年取ってからも人気だったりすることって多いんですよ、人気ですけどファンはもうつかないですよ、だからテレビですごい有名な人ダウンタウン松本潤さんが、ファンレターなんか年に1通しか来へんとかっておっしゃるじゃないですか、でもとんでもない人じゃないですか、まあぶっちゃけ そういうガチ勢みたいなファンがいなくなったんですよ、によると思いますね、動画どんな内容出していくかによりますね、だって男って多分40、50でもアイドルできますからね、やろうと思ったら、まあ確かにそうなの、ジャニーズだけじゃないよそんな、まあ、結局そういうものだと思いますよ、声優さんとかもだから人気やったら人気やと思うんで、やり方だと思いますけどね、そこはそういうもん、まあ、とはいってもまだまだ何年も先の話ですけど、ヒカルさんにああそうですね、まあ、そこまでがっつりやってるかって言うと分かんないですよね、でもまあ2021年僕はフリップとかコードとかないんであれなんですけど、やっぱね YouTube プラス何かの実業、これを組み合わせてくる人本当に増えると思います、アパレルをやり始める YouTuber が増えたりとか、まあ、いろんなことが増えてくるなと思います、それは YouTube 以外の柱を作ろうと YouTuber が考えてくるんだなっていう、やり方は下手ですけどね、僕は見てて
で。まあそうですね。まあ YouTube を使って、まあ、それが一番綺麗ですもんね。そうですね。自分で自分のこと宣伝できるって最強っすよね。YouTube だけでやっても、まあそれが増えるか。まあめっちゃ増えてきそうな気がしますね。そうなってくると個人でブランド持つかな。だからその時に事務所が必要なくなるんですよね。あんまり事務所が抜かれたりするじゃないですか。っていうのも重なって、そういうのが増えてくるのかなってイメージありますね。自分で全部できたらいいですね。まあで結構多いですよね。化粧とかもやってる人。多いっす。自分のブランド。まあそれがどん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 増えて、当たり前なのかなっていう風になるんじゃないですか、最終。YouTube だけやってる人って逆に珍しくなるみたいな。あー、それになりそう。あと、投稿頻度がどんどん落ちていくイメージあります。やっぱその毎日投稿やっても再生数取れなくなってくるんで、はい、YouTuber が多すぎて。ってなった時に、投稿頻度少なかったら再生数って維持しやすいじゃないですか。まあ、維持はしやすいですけど、うん。だから、投稿頻度を減らす YouTuber が増えていく。とにかく、小山の YouTuber たちが特にそうなのかなっていう。と思いますね。だから週1、週2休みが当たり前とか週3休みが当たり前になってくるイメージはありますね、僕は。実際今もそんな感じで結構そういうの多いですよね。毎日投稿してる人なんてほんとごくわずかで、週1回しか休んでない人もほとんどわずかで、もう週2、3回動画出せないのが結構当たり前というかね。俺らもずっと毎日一応やってますからね。まあ、それはすごいですよね。IGTV 出すときだけ動画休んでるんで、まあ、それは結構珍しいケースだと思います。ここまでなんかがっちり管理して工場のようにできないでしょ、普通の人。工場っすもんね、うち LINE、に流してみたいな話ですから。だからそれができないというか、普通は多分もっと気まぐれで動くでしょ、クリエイターって。だから多分強くなってくるのかなみたいな。休む人はほんと2週間とかパッて休んだりとかするじゃないですか。結局でもまあヒカルさんとかみたいに口が達者な人は別ですけど、全体的に YouTuber としてまとめさせていただくと僕も増えて、はいはい、結局スーパースター生まれないなって僕は思いますね。結局生まれへんかったし、今までも、まあ、ネオちゃんなんかが CM 出たりとかテレビ出たりうんぬんかんぬんやけど、スーパースターではないじゃないですか。まあでもテレビからも生まれてなくないですか。あ、そうですか。僕知らないんですけど、この有名人と思ったらすぐ次また新しい有名人がポンと出てきてっていう、なんか本当にもう国民全員が納得するようなスーパースター生まれてないと思います。まあ確かにスマップみたいな、わかりやすく。そこはちょっと異次元ですけど、じゃなくても一般的にテレビ出れるようなレベルのスターすら生まれなかったなってイメージ。ああ、なるほど、なるほど。結局。だから僕としては実績残せる方のこと言ってるんで、テレビ。はい、テレビに出るのは誰でも出れるじゃないですか。僕らで全然誘いが来てると。確かに。じゃなくてっていう話ですね。ああ、なるほどね。ちゃんと残せる人は、結果、やっぱり YouTuber ではいなかったかな。まあ、うまみがなさすぎて、実力ある人間はそこに行かないですよ、ね。ぶっちゃけそれっすね。フワちゃんそうじゃないですか。フワちゃんめっちゃ確かに大成功ですね。あの人ってもともと芸人じゃないの。もともとっていうか、今も芸人だよ。芸人と YouTube 両方やってる。YouTube 芸人。フワちゃんなんか俺チャンネル登録何千時にコラボしますからね。そうなんですか。そうっすよ。すごっ。向こうのチャンネル出てます。俺そういう人多いんですよ。今はしてないですか。その時に一回動画出てくださいって言われて、あ、いいですよって言って、共通の知り合いの方がいて、1000人ってすごいですね。誰この人っていう、ちょっとヤバい人に渋谷で頼まれたなと思ったら、はいはい、たまたま知り合いの知り合いだったんで、結構じゃあラファエルの唾かかってる人多いと思ってて全然関係ないですよ、その時は。めちゃくちゃ優秀されてましたし、ヤバい渋谷に見つけたってめちゃ優秀されてました。フワちゃんもそうなんか、スターが生まれにくくなってる背景にみんな同じものを見なくなってるからと思うんですよね。昔ってテレビ、ラジオ、新聞ぐらいじゃなかったんで、まあ大体テレビ見るじゃないですか。同じもの見てるから。そうか、集中するか。そうです。だから学校とかでもめちゃイケ見たよねとか、学校行こう見たよねって、これ当たり前の会話というか。そうでも今ってネットフリックスやら何やら、そのアルバムさん見たとか、YouTube やらテレビやら見てるものが全員違いすぎて、一つのところに熱狂しないんで、スターにならないですよ。スターになるにはどうしたらいいか考えた方がいいですね。じゃあならなかった理由はそうじゃないですか。だからもう全ての場所で出るやつ輝くしかないでしょうね。これが20代とかから出てくるのかって話ですよ。まあ無理ですね。まず YouTube を持ってないとダメです、絶対に。そうですね。テレビには出てないとダメでしょ、絶対に。だから本当にもうテレビで超大御所とこいつなぜか仲いいなとかっていうポジションを取ってすごいいい番組に出るとかってのはワンチャンあるんですよ、はい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 、本当に、ね、大御所の人と。まあ、スポーツとかいけそうですよ。スポーツか。スポーツで世界的に。スポーツに興味ないし見えへんもんな。ニュースで入ってくるんで。エンタメじゃないですか。スポーツ選手ってめっちゃ面白いとか魅力があったらワンチャン分かんないですけど、歌も歌うしとかいろいろあったら、まあ、確かにスポーツ選手は確かにスターは生まれる可能性ありますね。全然、大谷翔平選手はね、スターじゃないですか。バラエティーでエンターテインメントという世界では、それこそダウンタウンさん、トンネルズさんみたいなスターが生まれるのかって言われたら、ちょっと今の時代厳しいですよね。まあ、芸人さんなんだっていないですもん、そういうスターみたいな。まあ、なんかお笑いダウンタウンさんって言われておうけど、でもあそこまでいけるかって言われたら難しいですもんね。ちょっとやっぱり常にやっぱ CM とかドラマに出てないと、今の時代ってだから、例えば昔ってキムタク出てるだけで 30% 超えるみたいな現象ってあったじゃないですか、うん、そんなん絶対ありえないですもんね。今誰かが出てるだけで 30% なんて絶対ありえないじゃないですか。ちゃんと内容とか見て、同じ人口でね、プラットフォームだけ増えてますから、うん、生まれにくくなってるんでしょうね。スーパースターもう生まれへんのか。 YouTube で人気になる人生まれませんって2019年言ってましたけど、そもそももうすごい有名になる人が生まれにくくなってる現状があって、さらに YouTube なんかでは当然生まれなくて、昔でいうスーパースターみたいな存在生まれないですけど、ネットのスターみたいなの生まれてますよね。ネット界ではすごい人気を誇ってるみたいな。テレビ出ても誰やこいつってなるけど、ネットでは異常な人気を誇ってるみたいなのが結構多いですよね。そんなんでコレコレさんだもんね、うん、そうですね。配信がこの間も15万人とかいたの。すごいな。同説えぐない、まあ、やばいですね。何もイベントしなくてその15万ってやばいじゃないですか。すごい大きなことは
て15万やったらまだいける可能性あるじゃないですか。実際僕宮迫さんと6本のテレビ CM 見るみたいな時に14万ぐらいいったんですか。確かでもそれ通常の配信でそれいけるかって言われて絶対無理じゃないですか。でも14万いったんすごいですね。いけましたね。多分僕だから例えば競馬で1000万かけます、生配信やりますとかやったらワンチャン僕だから企画も乗っかるんで何十万いくと思うんですよ。でもそれって企画が乗っかってるからだけであって単純に生配信しますみたいな感じではならないですよね。それのアベレージがやっぱもうコレコレさんとか高いですよね、明らかにも。ちょっとそこの専門っすもんね。だから維持率が高いと思いますよ、単純に。だから再生数だけで言ったら、僕が例えば14万とか同説取って2、3時間やったら、絶対に再生数200万ぐらいいくと思うんですよ。他の生配信やった時に。でも、これもさ、やつって、言ってるのに100万ぐらいじゃないですか、大体。多分本当に維持率がすごいと思いますよ。見てる人ずっと見てると思いますよ。データ見る限り、多分。僕とかだから2、3万の配信でも100万再生いったりするんですよ。4時間、3時間。アーカイブ残りますからね。はい。だからその後からの再生とか、なんかその入れ替わり、立ち替わりが僕のやつ激しいと思うんで、だから本当にもう配信を熱心に見てる人が多いんでしょうね。そのチャンネルに毎回僕生放送ますからね。出ますね。毎回っすよ。はい、まあ、僕もそれで言ったら画像では出てますけどね。はい、それで言ったらレギュラーですね、僕も。キャバクラとかでわー言うてる時に毎回電話。だいたいその時間にキャバクラでウェーってなった時間。毎回よそれ。だからもうネタには出されますよね、やっぱり名前は。そうですね。まあ、出しやすいと思いますよ。だったら例えばウームの人出したりとかしたらクリーンだね。僕ら言わないですからね、文句。だから僕らは出しやすい知名度もあるんでしかも。結構ああいうとこ使ってもらう方がありがたいと思うんですよね。まあそうですね。これこれさんが1回の動画でヒカルっていう名前言えへんかって、ヒカルさんを触れなかったって。想定したらもしかしたら数字にかかってる可能性ありません。どうなんですかね、わかんない。まあでも僕の体感では何かあった時に和らぐイメージです。もうずっといろいろ言われてるから何かあった時にもうどうもならなくなってる。今更また光るかみたいな、もう別にいいよってなるというか、あの光さんがみたいにならないんですよ。これこそリスナーもあの光さんこんなことしちゃったのにはならないんですよ。ああまあまあありそうやなみたいな。だからもうずっと毒状態かかってるみたいな。じわじわダメージを与え続けてるっていう状態になってる。まあ僕はそんな感じで考えてますね。それもプラスを取られるかマイナスを取られますよ。だからいろいろチクチク言われることを悲しいと取られるのが逆にありがたいですよみたいな、何かあった時に助かりますって思うのか、この差だと思いますけどね。じゃあもう結局はもうすごい数字残したりすごい名前残すっていうことじゃなくて、いかにうまく生き残っていけるのか。僕らの言うある程度の数字ってもう額がでかいんで、ある程度数字取りながらっていうことしかないんですかね。そうですね。やっぱその YouTube をさらに何をなすのかになってきてるというか、僕らはもっと昔の時って YouTube で再生数を取ることが一番だったみたいな。とりあえずみんなそこを目指したというか、登録者伸ばすことみたいな。今って YouTube を使った上に何を成し遂げるのかになってきてると思います。 YouTube 数字取ろうって金稼ぐのも古いですね。はい、もうここから次のステップいってるのかなっていうふうに思います。ちょっとだからそこで社会に影響を与える YouTuber とかすごいことを成し遂げる YouTuber みたいなのが出てくるんじゃないかなと思いますね。俺 YouTube 辞めるまででも NHK 出たいな。出れないでしょ。出れないですね。無理やり映ったら出けへんの。なんで出ないんですか NHK。 いや分かんないんですけど、はい、NHK に出るんってすごいなって思っちゃうんですよ。そんな感覚あるんですかラファさんに。NHK だけ。俺それ全くないですね。 NHK があんま何か分かってないです。何チャンスか、まあ、3チャンスか。いや1チャンとか2チャンちゃん見たことないかも。 NHK を1回もあるとは思いますけどね、何かしら。あんま記憶ないですね。大王位かとか捕まえても NHK ですよね。あー見たことない。え、どこもですか NHK って。どこ NHK どこもって言わないですか。あ、NTT どこもか。お前のツッコミだ。その方がかわいそうや。いや今日一番ひどい。今完全にラファさんがツッコむ立場でしたけど。今日一番ひどい。それ僕ほんで今思ったらラファさんもほんまに分かってなかったんじゃない。NHK ドコモっていうのがあんの顔してたから。ヒカルさんがそんなミスするはずないから俺が知らんのかなと思って。ほんと知らないですよ、テレビ放送があんまり。なるほど。チャンネルが分かんない。別に全然いいことですよね。あ、NHK テレビ番組なんですね。テレビ番組なんですね。教育テレビとか健全ってイメージですね。 NHK で番組とかに出た。可能性ありますけど、ね、慈善活動しててとか取り上げられるとかあるんじゃないですか。確かに唯一やりたい承認欲求メディア系で唯一それ。なんでって言われたらなんでやろ、分からん。なんか出たって俺ならすごいってイメージ。すごいね、NHK 出てるん、出てるんやって。出たじゃん、出てるっていう。YouTube でも多いっすよね、NHK 出てる人も。あ、多いっす、多いっす。出たことある人間なんか、ちょっといくらでもいますけど。それはないな、これしてみたいな、ならんな、俺。あ、あります、1個。ギャンブルでもアホほど買ってみたい。それを YouTube 上で出したい。めっちゃ持ってるんですよ、それ。YouTube わかんもんな。いや、でもまあいいんじゃないですか。例えば競馬で大勝ちとか。案件とかじゃなければ。例えば宝くじで1億当たる映像とか。とか、例えば競馬で1億勝つとか。俺、そういうのマジやってみて。夢ですもんね。頑張ってるんですけど。その努力が見てる人も感動しますもんね。それはね、俺やっぱこんだけやっぱやってきてるでしょ。僕も競馬だけでも多分6500か7000ぐらい。えぐいか。買ってるんですよ。もったいないけど、そんな見たらほんまに。昔の話ですよ。バリュー起こる前ぐらい。いや、それは知ってますよ、もちろん。怒ってからもしたな。もったいないって。だから、それ最近してないですよ、あんまり。でも最近はもうほんまにかけても100万から300万ぐらいで抑え込んでる。それがだからね、
ぱやりたいというか、まあ、もうその勝つところを映像に収めて見てもらいたいっていう欲求が強いです。それが僕の承認欲求です。勝つところを収めたいです。勝つとこ見たいですね。そのやっぱギャンブルとかで運で勝つっていうその姿やりたいですね。これなかなか難しいもんな。めっちゃ難しいっすね。難しい。もうだから狙ってできないでしょ。狙ってできないもんな。そう、だからその映像を撮るまでは絶対やり続けるって決めてるんですよ。ポーカーででも優勝とかもおもろいんじゃない。あ、でも僕ら素人はできないでしょ。なかなかとんでもないからさ、カブギンさんそうっすね。大会出たりする優勝したりする人ですね。かっこいいですね、ポーカーできたら。賢いでしょうね、多分カードファンディングできるんでしょうね、うん、そういうのが頭の中で。それはあるな、ギャンブルがやっぱ一個絶対ですね。まあ、それだったら飲食店出したいっていうのもありますけどね。飲食店とかあといろんなサービスを自分が関わっていきたいなとかってありますけどね、うん、自分が好きなものだけですよね。だからラオさんのチャンネルも言ってましたけど、僕とラオさんで何かやるって、2021年の目標にします。何やろ、ほんまに店舗構えるの、そういうことじゃないくてもいいね。まあ、店舗じゃなくてもいいですよね。店舗構えたらややこしいでしょ、はい、あったらあかん人同士とかおったりするでしょ、もうこんだけお互いいろんな人知り合ってたら。僕はあんまいないですよね、知り合い。僕自分の身内だけでもあったらあかんとかあるもん。僕がじゃなくて、なんかやってみたいもあるでしょ、それ。僕別に誰も何もないですね。いや、俺がじゃないですよ。俺が知ってる A さんと B さんはダメとか。あー、そんなあるかもしれないですね。全然あるです。なんかやりたいですね。あ、でも朝倉みぐる君とはでもやりますよ。何ですか、何やるんですか。誘われたんですよ。うん、環境に恵まれない子たちのために8人ぐらいを一つに集めて、ドキュメンタリーみたいな感じでテラスハウスみたいな感じで売っていくことをやっていきたいみたいな、1年単位で。で、夢を叶える、子供ですか、20代ぐらい若者の夢を叶えるまでの姿を配信するみたいなことしたいみたいな、それ一緒にやることになりましたね。ああ、面白いですね。みくるさんとかって結構似てるもん。ああ、そうなんですか。そっくりですね。へえ、まあでも確かに似てましたね。相性合うと思ってました。そっくりやから合わんのちゃうと思ってますけどね。ああ、でも意外に動画撮った時あったんですよね。いや、それは大人やから。そこで研究しないでしょ。いや、違う違う、気を使って合わせた感じがなかったんですよ。意外に自然にこんな感じで動画撮れるんやみたいな空気があったんですよ。だから想像以上に相性良かったんですよ。結構これビビりましたね。だからお互いビビってたと思うんです。だからもっとなんかかしこまった感じで行くと思うじゃないですか。結構普通にいい空気で、初対面じゃないぐらいの空気感が、まあ、馴染んでる感じです。なんでか分かんないですけど、意外に合うんやなって思いました。性格が似てます。僕の中で人間何人かのジャンルに分けてるんですよ、実は。はい、ちょっとあんまり言うとキモいんであれなんですけど。それ教えてもらっていいですか。そうですね、それほんまにキモい。まあ、これは本当言っちゃうとこの魔法が解けちゃうんで言います。誰も魔法かけてないかけない。それでいいんです。そうです。あんまり初めましていないんですよ。ああ、はい、A プラスの人ねみたいな、僕の中であるんですよ。はい、はい、この人もこうやってやっとけばいいっていうのしかいないです、僕世の中に。はい、で、言うので言うと、ヒカルさんはミクルさんと同じジャンルに入ってる。ちょっとどういうジャンルなんですか。はい、それ言えないです。いや、それ言わないです。言わないです。伝わんないです。伝わんないです、それ。じゃあ、ほんとすいません、じゃあ。え、いや、それ誰も言えない、誰のことも言えないです。いや、それは失礼なんで。いい人だよ、ハギちゃんとみたいな、僕が好きで夜遊んでる人でも、僕ならハギちゃんとこう、イーさんとこうってのもあるから、はい、それが失礼なんで。ハギちゃんだけ教えてもらっていいですか。ハギちゃんだけ、いいじゃん。別に玉よけでっていうだけで。誰が玉よけ。いや、それ、出会う人に、あ、こいつ玉よけだなって思ってます。少ないね。そうそう、こいつ玉よけこっちじゃないって言って、分類されるってことね。結構それいいと思うっすよ。もしかしたら大悟さんやってそう、そんな、裏設定なんでこれって、まあ、めっちゃ簡単なんですよ、それ整理してるか僕頭の中で。だから人付き合いうまいんですよ。何種類あるんですか、それは。まあ、結構種類あるっすね。10とかあるんですか。なんか教えへんと思う。じゃあほんまにほんまにそこで振り分けてるんで、大体ラマさんもパターン入ってるんですよ、どっか自分自身も。あ、考えたことないっすね、それ面白いですね。僕自分みたいに当たってないんで。それは自分やから、自分そういうだけだってないんじゃないですか。なるほど。俺と似てるなってやつでもいません。俺でもいないっすね。お金持ちにたまにいますね、ラマさんみたいなタイプ。え、そうなんですか。クリエイターにはいないっすね。悪い意味じゃないんですけど、ちゃんと人といい意味でも悪い意味でも変なことにならないようにジャンル分けしてたら、すぐにその人と仲良くというか距離を詰めるというか。へぇ、これいいんですよ、ストレスにもならないんですよ。俺が舞さんのこと嫌いじゃないですか、俺って。はい。すごい。それガチじゃないですか。すごい。で、嫌いな人といてもストレスにならないんですよ。僕なんか振り分けて、その人もここにいるだけの人なんで。僕の中で、あ、来ましたね。じゃあ、はい、この録画のテープ流しておきます。録画のテープ置いておきます。マイスターにはこのチャンネル流しておきます。ストレスがたまらない。それでも僕、本当に。初めてじゃない。僕は他にいるんですよ。僕と、例えばミクル君の他に。この同じ系列。結構多いっすよ。多いね。ヒカルさんのパターン。誰なんすか。芸人さんが誰かおったんすよ、それ。へぇ。結構おるっすね。逆に、全くおれへんタイプ誰やろな。大悟さんのことは変わってそうじゃないですか。まだいらっしゃいますね、僕の中では。もう、大悟さんの部屋がありますね、もう。大悟さんたちの部屋があります。あ、誰かがいるってことそこに。はい、いらっしゃいますね。俺一番苦手な人は、褒めて喜べへん人が一番苦手。なかなか会わないです、そういう人。例えば誰なんですか。会うことほぼないんで、そういう人。女性でいるっすね。女性多いっすね、ラオさん。褒めて喜べへん人。この女性苦手やろうな、みたいなすぐわかりますね。普通に苦手なのいいんですけど、シンプルにこっちが本気でちゃんと対応してんのに、接待とかじゃなくて対応してんのに何ともハマれへんっていうやつ、やっぱ褒めて喜べへんやつ。へぇー、うわ苦手、もういなし方がもう無理。
はいはいはい。褒めても喜べへんってもう無理よそれ。まあまあね。褒めて喜べへん人間も多分世の中いないですから。でも逆に僕そういうのと合いますね。僕の中では合わないってなってますよ。僕の部屋では。僕の部屋では。もしそうだったらじゃあ僕の部屋に移します。はいなんかラマさんってすごいなんか全員に対して同じ対応を取るじゃないですか。対応同じようにしてますね。それを嫌がる人っているんですよね。その特別扱いされたい人っているじゃないですか。ラマさんって同じ対応なんで、どこまで行っても完璧に素を見せてこないタイプのイメージなんですよ。ラマさんって0100で言ったら70ぐらいまでは見せてくるんですけど、残り30絶対見せずに防御かかってるみたいな。でもあなたに一番ハマってますよから出しますよ。特別感出しますよ。やっぱそれ見抜けるんですよ。やっぱそういうの嫌な人からしたら、ね、だから僕の場合とかって逆に分かりやすく相手の態度めっちゃ変わるんですよ。だから100出す人出せばそれを気に入る人もいる、はい、あんま人を気に入られる人は僕のことが特別気に入るとか、でもその代わり大勢の人が僕のことを嫌いになるみたいな、はい、そういうのはあるかもしれないですね。苦手な人います？褒めてだから喜べへん女の人が苦手、僕はそのまま結構人どっちか苦手ですから、全体的に得意じゃないですね。全体的に苦手、はい、全体的に苦手ですか？苦手ですね。それはやっぱもう光るっていうモードに入ってるから関わるだけであって、だから僕そのプライベートでだから接待とか僕しないでしょ。そうです、光さんは絶対しないじゃないですか。もうそれ嫌なんですよ。気を使ったりするの。確かにな、はい、気を使った人だったら1000万ちょうだいってそんなレベルなんですよ。でもね、結果やってること一緒ですからね。結果僕もそれで大きな会社作ってっていうのと一緒ですからね。コツコツ型の営業マンと点数をもちろん重ねていって、僕の場合は全面に自分を出すことでたまにめっちゃ気に入られる、それだけを1点出ないって感じです。もう1点かけないんですよ、僕の場合は。たまたまそれでもう大きなのが釣れるんですよ。だからさんはまあそれは言ってることが分かるね、はいはい、だからラマさんはもういろんなもの魚をきっちり釣っていきたいので、僕は本当にもう100点のなんかたまにでかいマグロが釣れるまでもうずっと待ってるみたいな感じですね。それ以外はもう基本的には合わない。だからこういう感じもめっちゃ狭いですね。はい、それでやっていきましょう。はい、今年マグロ釣れへんかったら1年どうすんのその漁師。その漁師結構悲惨よ、それ。どれ悲惨よ。関わる人が増えていかないんですよ。ラボさんってめっちゃ増えるでしょ。増えますね。僕増えないですよ。1年間で親しくなる人が5人いたらいい方っす。ああ。クリエイター除いて5人いたらいい方っす。ああ。まあでも素直で純粋とかいいですよね。それが嘘がないとか。それがだから気になれるパターンもあるっすね。でも結構成功者はそういうの好きな人多いっすね。なんかわかんないですけど。それ深井さん前から言ってますよね。多いですね。だから僕本当に成功してる人は嫌われないです、あんまり。意外と合うって言いますよね。違う例えで言うと、言ってること一緒なんですけど、どちらかというとインデペンデンスデーみたいにホワイトハウスみんなにぶち壊すんじゃなくて、全然誰も知らないようなどっかの州のちっちゃい田舎、まあ、沖縄の離島みたいなところから侵略していって外側を固めていく、ホワイトハウスが気づいた瞬間にもう手遅れですよっていう戦略の仕方が僕は上手いんですよ、はいはいはい、ウイルスみたいな感じ。誰も知らんところから攻めていきたいんですよ、僕は。絶対僕違うんですね。僕も最初に一番強いとこ攻めちゃう。そうですよね。そう、多分そうじゃないですね。それで1か8かで、1か8かの顔もあっただけに行くっていう。確かに、一攫千金型ですよ。ギャンブラーですよ。ラマさんは計算で、確実に金が取れるところを採掘するけど、俺は、取れるか取れないか分かんないところを掘りに行く。もう、一番取れる可能性があるところ取りに行きますね、多分。あ、それは確かに全然違いますね。手堅いですもんね、めっちゃ。そうです。だから結構同じものを同じだけ気にしてる感じはしますけど。確かに。運が僕がなかったら終わってるタイプです。硬いですよね、やり方は。成功するならこっちのやり方の方が正しいですね。僕は確実に運とかに恵まれなかったら何も天性で終わっちゃうタイプなんで。でも何か多分解明できない実力はあるんでしょうね。でも大悟と言ってましたね、確か。あ、そう。直感と知性、どっちが成功するのかっていうのはデータ出てない。どっちも半々ぐらいって言ってましたね。結果そうですもんね。理論派と直感派っているじゃないですか。これは別にデータでは出てないって言ってましたね。両方持ってたら強いですね。どっちでも簡単に自分のマインドになれるっていうのは強いですね。強いですね。キングダムでもありますもんね。ちょっと近藤さんに前回もらったんですけど読んでないです。キングダム前回ドーンって渡されて、はい、はい、ちょっと読んでないです。戦略でいくのか何も考えずに YouTube やってて成功しちゃうのかみたいな、たまにいるじゃないですか。だってジャスティン・ビーバーが戦略立ててやったかって思ったらそんなことない気がしません。全然あれはおかん勝手に投稿者だけですよね。でもあれでも大日本言ってるじゃないですかっていうことですよね。でも経営者なんかいますよね、感性でやってる人って。そんなめっちゃ考えて自分が欲しいから作ろうみたいな感じで行ったらすごい行っちゃったみたいな。確かに俺ちゃんと考えてやった人もおれば、まあ、要はこいつラッキーやなって勘違いされがちやけど、別にラッキーなだけじゃないってことですね、はい、どっちにいいかでも分かんないです。難しいですよね。何を目標にしてるかで変わってくるんじゃないですか。確かに僕も漫画みたいな人生歩みたいっていうのが根本にあるんで。楽しそうですよね。僕も僕で楽しいですから、はい、もちろんプライベート楽しそうですね。ラマさんもうストレスがないんで、はい、仕事は全く楽しそうにはしてないです仕事はもう嫌いよ。仕事はね、やっぱね、もう。ヒカルさんとかおるとき楽しいよ。話してるの楽しいから、はい。ちょうどいいんですよ。たまに YouTube 見て、10年後の YouTuber みたいな。あー、何回こすんねん、この歌。あれ再生どれぐらいってめっちゃ言ったんちゃう？いや、36万ぐらいじゃん、今日見たじゃん。あー、そんなもんか。これね、1ヶ月後まで10万増えてますからね、再生数が。それがちょっと変わってるんですよ、チャンネルが。あれがバズったからって、味しめてまだ出してるでしょ。21年版も出るんちゃう、まだどっか、ね、年末らへんでまだ。そうですね。おもろいやん、あれ。いやでもぶっちゃけやっぱ最初の方がおもろかったっすよ。
それはね、うん、落ちましたね。でも俺2回目のが一番面白かった気がするな。鹿児島かどっかで撮った、うん、よかったですね、2回目。確かに3回目はイーさんがもうお前がちょっとあの放送コードギリギリのキャラで行くから結構面白かったですけど、現場面白かったですよ。放送コードギリギリがいきなり規制上げたりするんですよ。楽しそうですけどね。あれ案件ってのはまだやばいですね。そうですね、あれ案件でやっちゃうっすね。あれ案件でやるからいいですね。他の人出てるってもあるもんですね。誰やねんってやって出てましたもんね。こいつら誰やねんみたいな。ライブ配信はすごい来てるんですって。投げ銭ビジネスが今来てるってことですよね。なんかね、すごいですって。さっきハギちゃんがだってカメラ待ってたので TikTok も投げ銭導入されるみたいな。なんかね、ええー、すごいなと思って。あとなんか Twitter もだってストーリー機能が追加されたりとか。あ、そう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 。インスタみたいになりましたね、ちょっと。はい。負けそうになったら同じ機能も追加するっていう。確かに確かに。やり合いっすよね。YouTube のライブ配信なんかあんまり有名にならないですね。なんでなんですかね。でもあんま稼げないっすね。あれどのぐらい入るんですか。あ、ツイッターあかんのか。今僕やったらポレポレさんに毎回5万円投げるんで。いやでも僕もね、スパチャーとか僕結構来る方らしいんですよ。やったことあるんですけど、もっとくれって言ったらくれるかもしれないですよ。でも普通にやってる分では全然普通に YouTube 投稿してた方がよっぽど上ですね。あとしかも後から再生されないんで、生放送って後からの伸びがないんですよ、全く。だからトータルの再生数が落ちちゃうんで、生放送ばっかしてたらっていう目線で見たらめちゃくちゃ稼げるんだから YouTube の生配信を稼げるようになってないです。シンプルになんか YouTube ってまあ僕とかヒカリさんがたまたま関わってないってあると思うんですけど、人数も多いんでそんな相手知らないと思うんですけど、他のプラットフォームでも圧倒的な違いは運営が関わってくれるかどうかですね。17総合まですごいなと思いますよ。17とか他のプラットフォームは全部運営とかがあるんで、そうやったらなんぼでもやれるし、なんぼでも教育できるし、教育してもらえるんですけど、 YouTube はまあまあもちろんトップのすごい人たちはみんな関わってるんですけど、あとあれですね、投げ銭の制限があるんですよ YouTube。 1人がマックスいくら、あ、5万まです。はい、そうか、はい、あれなんでなん、わかんないです。なんぼでもやってるのにね。あれがなかったら YouTube の投げ銭化けるでしょうね。17とかってやばいでしょ。1人で 4,5 千万投げる人いるじゃないですか。これ YouTube に来たとしたら YouTube エグくなります。見てる人数も YouTube エグいんで、多分お金持ち乗せたってやばいでしょ。でも10万人見てる前で 5,000 万投げ銭でうわーってなるでしょ。やばい。それ多分金持ちめっちゃ多分興奮します。だそれが YouTube 解禁した瞬間一気に多分ライブ配信やる人増えると思います。今からでもプラットフォーム的に YouTube でライブ配信やるってやつ少ないかもしれないな。ライブ配信 YouTube は巻くの無理かもしれない。なんか携帯で今からアプリと私ができるんですけど、 YouTube はアカウント使うのダメです。まずそれもらうために口座がどうとか登録が、まあそれはもちろん YouTube さん側が僕らのために変な捨てアカがお金稼ぎできへんように、うん、著作権ね、っていうので、ね、いろいろルール作ってたんですけど、12ヶ月になるの、はいはい、あれがあるんでやらなくならないですよね。じゃああれどう思います。今って SNS で一番有名なのって Twitter じゃないですか。でもなんか動画投稿サイトとか配信っていう点においては多分今 YouTube が一番じゃないですか。これを2021年のもちろんもっと先で見ますけど超えてくると思います。 YouTube 以上のもの市場的に言ったらその今年1年は無理ですけど、ライブ配信の市場が売り上げは YouTube を超すっすよね。そんな行くんですか。多分次元違うと思うんですよ。ライブ配信もやばいですか。でさっきも言った通り何千万投げるっていう、まあまあ私それがエグってことですね。まあライブ配信17だけだからないですよ。ビゴーとかミクチャとかどんな行くんかな。知名度が違うじゃないですか。 YouTube の売り上げってのぐらい1ヶ月それ出したらすぐ出ると思う。知名度が違うじゃないですか。あーそうですね。 YouTube を知ってる人数が違うじゃないですか。数の原理でエグい金額な気がするんですけどね、俺 YouTube なんて。でもだって僕らがめっちゃもらってるわけじゃないですか。ってこと考えたら言ってライブ配信してる人が1億稼ぐって聞いたことないじゃないですか。月で1億、まあ、ないですね。でも YouTube って月1億稼ぐやつ結構ザラにいるじゃないですか。いいですね。って考えたら YouTube の本丸やばいんじゃないかなって思いますけど、違うんですかね。 Google はすごいけど YouTube ってどのぐらいなんですかね。乗ってるそんな。あ、 YouTube 2019年で売り上げ全体ですけど151億ドルっす。ドルやばい。やばい。 1.5 兆っす。 YouTube で YouTube だけっす。そんなにあるんや。でも天下の YouTube ですからね。 YouTube だけで1兆もあるんや。えぐいな。それはすごいな。でも Netflix 201億ドル2兆。へえ。え、でも Netflix すごいな。そうやったから Netflix さんもうパッと出てきてパッと超えましたね。はいですね。金額で超えちゃいましたね。ライブ配信どんなもんなんやろ。でも10分の1ぐらいの気がする。まだ全部入れですからね、ライブ配信の企業だから。 YouTube は YouTube だけっすから。てか市場規模で言うと、まあ、じゃあ Netflix もいらないってダメな話になってくるんで。 Netflix って会員エグいですもんね。確かにエグいっすね、あれは。だって多分みんな登録しません。登録します。2、3個ぐらい多分ありますよ。そうやって考えたらすごいな。YouTube、こんな見てる人って、YouTube アカウント持ってへんじゃん。いかでもあるでしょ。Netflix も持ってるでしょ。でも、あれ便利すぎるでしょ。これですよね。ちょっとあれ便利。映画見るだけですよね。海外ドラマとか。コメディも見ますし、ドラマから見る。何でも見れるんで。なんか暇になった時に、大人が家で気軽に楽しめるコンテンツが、Netflix になりますもんね。あとまあ、Amazon プライムとか、まあ、全部僕やってますよ、やっぱり一応。あれも。そうですよね。このドラマみたいになった時、Netflix で配信してないのもあるじゃないですか。だから結局だから3つ4つ全部、ちょっと余裕があったら契約しますよね、あれは。えぐいっすね、そこまでは。まあ確かにエグいっちゃエグいか。あれはエグい。今でも一番見てるの TikTok かな俺。え？寝る前にずーっと見てる TikTok しか。それじゃあそうだ。女子高生だね。あのか。ちょっとわかんない。踊ってるやつ。TikTok 見て寝れないんです。
いや、そういうのメンタリスト大悟さんみたいなやつずっと見てます。そういうのだけずっと心理学的なやつ、でそういうのしか出てこないです、僕の TikTok。 いや、リラフティー見てるんですか。それそれ分かんないですだから。なるほどなるほど。またちょっと普通に面白いプッと笑えるようなやつとか。意外っすね。それ一番嫌いそうなのにそれ。確かに。あ、なんかそういうのはそのネタで見てるだけなんですけど、あ、でもなんかほんまにそういうのばっかりじゃないですよ。ほとんどなんかどうでもいい雑学、別にいらん雑学とかですね。ずっと見ちゃうんですよ、なんかそれ。短い動画が好きですね。TikTok ってユーザー多いっすからね、めっちゃあれ多いっすね。5年以内にライブ配信が YouTube 抜くと思います。ああ。今ちょうど10分の1ぐらいでしょ。ライブ配信で一番売り上げてるのどこなんですか？一番なんですか？ビボじゃないですか？ビボライブ。わからんすけど。それどれぐらいあるんですかね？何千億とか。ライブ配信で僕がわかんない世界なんで、そんな成長してるのかっていう、びっくりしますね。何千億じゃないですか？そんな言っとんや。だから一応世界なんで、2億人とかいるでしょ。あ、世界なんか。日本ではそこまで、まだめっちゃ知名度が高い。知名度ないっていうだけで。あ、だ世界ですごい。あ、なるほどね。一覧もそうです、ちなみに。日本の会社じゃないです。そうなんですか？そうっす。あ、じゃあ、では納得っすね。世界大会とかあります、一覧。世界ってなったらちょっと分かんなくなってきます。5年以内で抜くと思いますけどね。どこまで行ってもやっぱりパッと始めれる系のやつなんで。まあ確かに誰でも始めれますもんね。アプリダウンロードして、もんまり森なしで今から3分後に配信できます。YouTube それ無理なんで。で、それがお金になったらそのまますぐ振り込まれるんで。それ最強すぎますよね。それがないんでね、他のプラットフォームは。資産じゃないけど。資産っていうか、YouTube は置いとけば過去に残ってずっと見れるけど、やってる人間がそれはアーカイブが残る。確かに動画の資産はすごいですね、これ、うん、不動産みたいなもんね、ネットの、うん、それ表現の仕方としてはやっぱ YouTube って今から始めるのどうなのみたいな例えの時に爆発力はあるけど簡単に人気になられへんみたいな例え方されてますよね。あとあれですね、うん、YouTube と配信で大きく違うのは YouTube って大衆からの人気を得れるんで、うん、何か実業するときはライブ配信は絶対無理です。あ、無理ですね、確かに。そう考えたら YouTube やっててよかったですね、僕ら、うん、同じ金額稼いでもライバーはそこから先はいけないですもん。ライバーが僕らを抜くのは無理ですね。ライバー自体は。ライバーの会社を抜くことはあり得ると思うんですね。まあ、でもちょっと面白いですね、そう考えたら。群雄割拠のね、SNS 自体、どこが制してどこが現れてみたいなね。だってちょっと最近も Facebook って名前聞かなくなりましたもん。企業の社長さんみんな Facebook でメールしますけどね。でもまあ若者も利用してないですよね。若者は少ないですね。大人は多いですよね。インスタじゃないですか、フェイスブック。海外じゃでも利用したのか、まだ。フェイスブックで企業の社長さん、IT とかみんなそこでやり取りはしますわ。匿名性がとんでもないんで、フェイスブックが一番。これラファエルでフェイスブックできてるの不思議でしょ。確かに。なんでってみんな言われるんですよ。だってフォロワーもめっちゃ多いし。知らんの、あること自体。え、ラファエル、ああ、知らんのか。本名じゃないとできないんですよ、フェイスブック。そうなんですか。僕ラファエルだったんですよ。この俺その知ら、そのフェイスブックやってること知らなかった。そもそも一応ツイッターってどれぐらい言ってるんですか。あれこれツイッターってどれぐらい稼いでるのか時期になるんですよ。ツイッターのマネタイズってどこで広告とか。広告はまあ広告ですね。え、広告のみなんですか。広告のみじゃないですか。え、それで、え、でもやっぱすごいんか、ツイッターの広告ってみんなしてるじゃないですか。してないやつ逆に探すのむずいぐらいのラベルでしてるじゃないですか。え、大人は持ってないでしょ、そもそもアカウント。40以降は持ってない。周りの社長さんのツイッターアカウント持ってる人いないですもん、俺多分。そうっすか。そんなレベルか。ツイッターってのもやばいイメージあるんですけどね。有名だったらもうなんか稼げちゃうイメージありますよね。あそこまで有名になっちゃったら。大人はみんなインスタってイメージですよ。おしゃれですもんね。でも5年以内に僕はライブ配信抜くと思うんですよね、YouTube。今ってツイッターとどっちが来てるんですかね。インスタの方が来てるのは知ってるんですけど、どっちが上なんだなって。どっちなの。でもなんか若いの人気ってことであれば、ツイッターの方がすごそう。数はツイッターのユーザーの多いイメージですけど、日本は。でもまあ、世界的に見たらインスタがめっちゃ消そうですよね、今。だってマネしたぐらいなんで、ツイッターが。ストーリー機能が。ああ、確かに。って考えたら、正直するとインスタに押されてる感はあるですよね。広告とかいろいろつけやすいかもしれないですね。インスタビジネスできるんだよ、そのまま。僕らも。販売に組まされるんで、それがツイッターできないですからね。2021年でもね。そうですね。盛り上がっていけばいいですけど、いろいろと。目標はあります。ほんまにこれリアルな話、やっぱり、まあ、先日動画で育休取りますっていう動画出してるんで。え、どれぐらいの期間ですか？え、2年。え？え？ガチ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 。2年間の育休。はい。ラムさんと。はい。だから、2代目募集しますっていう話。え、じゃあ本当にもう来年からほぼ出なくなるんですか？いや、ネタでね、言うても僕も辞めます、どうのこうのっていう、まあ、他の会社忙しいからって言うんですけど、どれぐらいだけ引っ張ってんねんっていうぐらい引っ張ってますね、そのネタを。言うんですけど、はい、ママがほんまにまずガチ OL なんで、で子供今いて、シッターさんいてどうのこうのっていろいろやってるのが、まあ、家族さんも言いたくないんですけど、そういう中で、ママもママで働いて、休むっていう選択肢をちょっと取りたくないっていう中で今やってるんですよね。じゃあ確かにラマさんが休む。そうです。だから今、はい、結構男の人が育休取ってやるっていうのはもう進めていかなあかんし、はいはいはい、そういうの結構みんなやってる人多いじゃないですか。はい、挑戦してそれやろうや。子供かかってええんちゃうっていう。なるほど、ね。ちょうどいいバランスなんですよ。やっぱ、ママママママってなるんですよ、子供は。なる中で、ピッチは僕が見てるってなって、ただちょうどいいバランスやなって僕の考えついた結果、はいはいはい、まあ、で本当公認が見つかったら相当減るってことですね、ラファさん登場が。あ、はい、本当に公認、それすごいな。それ結構大きな変化っすね。そう、最低でも2年は誰かちゃんと公認だから、僕の育休も今後の2年後に戻ってくるのも応援してくれるって意味で、はい、一旦代打って言い方あれですよ、代打、代打、だから長いな2年間で、ね、そんなにそういうもの求めんとってやっていう、みんな協力しなっていう。
あくまでもその行く気分っていう環境の中でっていう2年間は一応それやりたいんですよね。まあ大きな別にそのママは仕事辞めたらいいんですけど、辞めないし頑張ったらええんちゃうっていう、結構ね仕事に戻ったら居場所ないっていうのはあるあるなんですよ。テレビで会社みんないいように言いますけど、確かに確かに、まあまあオール会社めちゃくちゃでかいんで、そういうもんだと思うんですよね。しんどいですよね、確かに。2年離れてもう一回やるって、そうそうそう、ちょっとしんどいですよね。戻ったら戻ったら本当に時短でとかやったりするんでね、はいはい、その中でせっかく今までこうやっていたキャリアがある中で、はいはい、お前これ仕事でやっててこっちの方が夢置いといていいんかっていう、はいはいはい、というか、子供もだからヒカルさんやめてねって言われてみたいなもんですからね、ママからしたら理不尽じゃ、理不尽ですね、確かに。だからそれでやりたいようにやったらっていう、まあこっちはもう金はあるってこれ大きい変化っすね。まあまあまあそういうの広めていって、もう今はどうなんですか、上場企業は特にそうですけど、役員の中の比率女性何パーセントじゃないとダメとかありますし、やっぱ女性が社会進出するっていうのはすごい、ね、出てきてますから。確かにね、大事なことですね。これ何やろな、2021年目標、目標かわかんないですけど、まあ僕も多分変わっていくとこは結構ありますね。投稿頻度がもしかしたら変わるかもしれないです。もっと少なくなるんですか。ちょっと視野に入れてますね。投稿頻度が多いとどうしてもクオリティが自分の中で高いなと思わないものを出さざるを得ない時があるじゃないですか。僕はもう常にそうですからね、はい、分かってるのにそれを続けるのか、自分の中で納得できるものだけを出すのかって、出そうと思ったらやっぱりどうしてもそろそろもう僕もやっぱ安定期に入ってきてる、 YouTube 的には、はい、で前さんもやっぱ家族いるじゃないですか。でやっぱり休まないと、家族もまだほんそれそういうのも考えた時にちょっと休みを増やす方がいいかな、まあ、僕が休み増やしたところで僕が休むかって言われたらまた別なんですけど、 YouTube 以外でやれることいっぱいあるんで、まあ言ってもまあ一気に週3とかになることはないですよ。減っても週5は投稿するのか分かんないですよね、どうなるか。長続きさせるためにもそういう形を取るべきなのかなみたいな。編集者もやっぱ結構大変なんで、一本で全然違うじゃないですか、その労力とか。そういう意味でも、まあ、ある程度ここまでもう何年も頑張ってきたんで、まあ、ちょっとまあ余裕を出すっていう、 YouTube っていう事業にはもう余裕を出すっていうのはありかな。俺らはそれで言うとあれやな、言っててやってへんけど、毎日投稿なんですけど、今10時から6時まで働くのようにしよう、一応ね8時までにして週3にしようよな。あ、休みや、そっちの方がいいっすよね。それやろうよ、もう1月からで、お前ら給料だいぶ下げてどういうこと、このノリで言うと下がるんですか。そのノリで上がることもあるじゃないですかそれって1月から3連休がいい、どっちや。いや、3連休やったらあんま機能しないんで、あとだるくなるんで、やっぱ2連休の飛び石じゃないですか。それでも相当いいっすね、週休3日制はいいっすね。マイクロソフトがそうっすね。で、生産性が上がる、生産性上がるんですって。配信は止めないです、僕らは。週休3日制で、あの大企業ってかっこいいっすね。余裕があるからこそできるあれっすよね。3連休がいいな、俺でも金土日も一応遠隔で連絡が取れるの条件やったらいけるじゃん。3連休やったらどこでも行けますもんね。学生時代3連休やっただけでそれでテンション上がってる、それが毎週来るってマジでやめたほうがいいですよ。やっぱ3連休がよ、金土日テンション上がるな。でもそれができるまで頑張ったって考えたらね、ここまでの YouTube 人生やっぱ良かったなって思います。俺もやろうと思ってできますもん、やらないだけで。やっぱいいさんはやっぱ休みやった方が、そうっすね、多分朝がやっぱりなんで休みの方がいいですね、早く上がるよりは。いいさんの時に週休何ぐらいがいいですか。こう生産性が上がるんじゃない。それでやってもいいですよ。そうだけど、いいから頑張ります。逆に土日出勤だよ、上がるわけやない。エクセル切りですか、エクセル。あ、エクセル週休何日がいい、これ一番自分の生産性が上がるベストな休みで、週休何ですか。ああ、そうっすね、あのここというわけではなくて、僕はずっとサラリーマン時代から思ってるのが、はい、水土日、水土日がモチベーション上がるなって僕は前の会社に行った時思ってました。3連休じゃなくて、イーサンでもそうですね。どっちや、どっちや。自分が3連休がいいから3連休しようとしてます。そうなんですよ、自分がどっちやん。でも明らかに3連休やったら仕事に影響出ますよね。3連休の方なんか休みとして、バー仕事やった、散らかした、ここであのプライベートのこと、はい、明日も土日やしっていうのでやれる、プライベートもちゃんと充実させれるイメージ。水曜だけポーンって休んでも自分がいいだけでしょ。マジで、いや、それこのボールちゃいこっち、このお前たちお前って感覚なんじゃんこのボールちゃい、こっちは。で水曜日だけやったら水曜日バーンって休むねんけど、でも次の木曜日のこともう仕事水曜日よりで考えなきゃから、水曜日の休みの日には僕は飲みに行けないです。今が週休2日っすか。はい、一でかいっすね。それをやりたい。これ1ヶ月だけやってやろう。これで回ったらもうね、すごいホワイト企業。今もホワイト企業ですよ、うちは別に。でも XL がやっぱ回らないで、そんなにやるのあんまり回らないですよね。ゲルドも出たら勝てますよ。ぶち殺すからな。確かに週休3日はいいっすね。俺らのメンバーは週休3日喜ぶんかな。いや喜ぶんじゃない、それは。ヒカルさんのってか、まあ他の人たちがどういう風にやってるの全く謎。俺確かに俺バーサーカーみたいな感じなんで、働かなかったら楽しくないんですよ。あー、でも週休3日与えられてもやることないんですよ。あ
で、そういうやつおると思う。毎日アップ週休3日ってめっちゃ嬉しい。あ、嬉しいけど。でもそれでずっと続いてたってなれ。まあ、確かに。そこで。今日はいいんじゃない。まあ、二人は知らんけど、僕の場合はジム一つ立て GJ の、その趣味も、やれないんで時間がなさすぎて。まあ、太った理由はほんまに時間がないからっていう、これはほんまにそう。考えるべきかもな、それはでも俺らも。週休。まあ、二日ぐらいから。え、今週休二日でもない。俺休まないっすよ。すごい。ほんまに出るとこ出た。編集者休んだりしますよ。僕撮影の日は休みです。例えば笹木さんとか僕撮影の日は絶対なんですよ。撮影ない日がないであるんですよ。何回。まあなんかたまにできたりするし。だから結局週に1、2ぐらいは何回何もしない。トータルしたらね。トータルしたらあるんですけど、うん、バラバラっすね。だから本当にもう1週間別途でやる。決まってないって感じですよ。決まってないから。気まぐれで、いきなり今から車で関西帰りましょうっていう時があるんで。俺それはきついわ。僕のチームがそういうちょっとバーサーカーみたいなやつしかできないんですよね。俺ちゃんと中入ったらちゃんとできる自信あるから。戦国時代なんでこっち生きてるの。だからあの人を見つけたら切りかかるっていう、はい、そこでやってるんで、ね、いいネタ見つけたらもうそれ取るんですよね。それは面白い通りですけど、休みか。まあまあでも考えた方がいいですね、まあ、それもね。それはいいなと思います、はい、それこそほんまにだから週5日にせないと無理やわ。俺らのレベルやったら動画1本撮るのがめっちゃ時間かかりますもん。めっちゃ手間かけてますもんやっぱり。でもラマダさん結構変わってましたね。手間ラマダもなんかすごいやつ。でも結局僕の場合動画やらすなんで、でもそれもすごいっすよ。あれ準備する結構かかってるっすね。かかるわ。準備とかヒカルさんのやつ時間はかかるけど工数はかかってない気がする。ヒカルさんとのもやな、工数はかからな、時間だけ。もうそれやっていきたいですね。それやったらマジで結構かっこいいっすね。公演していきたい。そういうの増えそうっすけどね。ちゃんとここまでね、会社にして弁護士で作ったもんね、俺らな。会社のルールみたいな、それも全部ルールはありますけどね、会社に。はい。俺でしょ、ルール。いらない、それだけです。戦国ですね。武士たちの。いやいや、その時代の裏切りは全然あったから、その時代も。ほんまないかもしれないです、ぶっちゃけ。遅刻しても別に何も言わないです。会社としてやってますからね。明日じゃあこれしようかみたいな、そうなんです。ある程度スケジュール決まってるんですよ、アポ取らないといけないやつは。でも明日やめようかやろうかみたいな時もありますし。タレントっすね。ありますあります。僕らはそういうのもあったし、一人の時代で。いや、それで回れたらいいんですけど、俺らの撮影の内容とかちょっと回らないよな、これ、それじゃ。いや、管理したら回るよな。行くんかな。いや、どうなんやろ。ラボさんみたいな感じないよ、ヒカルって。これとこれとこれ規則正しくやろうとかじゃないんですよ。まあ確かに、ヒカルさんにはストレスかもしれない。俺が、アイサルポジションやらせてもらって、次18時からこれですよ、19時からこれですって言われたら、大変かもしれない、ヒカルさん。気持ちが乗ってる時の動画と乗ってない時の動画のさ、僕激しいんですよ。これないでしょ、ラボさん。俺はないっす。僕それがあるんで、みんなの動画撮りちゃうんで、それだってやめようってなるんですよね。それ言われるともうどうしようもないわ、そんなの。だからヒカルさんの気持ちよくなるところからケアしますよ。もう僕ならヒカルさんはこの枠の中に言う人だ。出た。部屋の部屋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 そういうところですね。でもぶっちゃけいいっすね。どっちがいいかって絶対そっちの方がいい。仕事が好きなやつは多分僕らみたいなのが合ってるかもしれないですね。 YouTuber っぽいですよね。たまにいるんで、そういうクリエイターっぽいですよね。決まるやついるんで。さあちょっとテンション上がってきたな。じゃあ2021年は改めてね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。本当に頑張りましょう。はい、そんな感じで今回はこれで終わります。ありがとうございました。ラオさんのチャンネル貼ってるんで。振りやめてください。もう貼ってないやつでしょ。貼ってますって。ハイちゃんチャンネルで貼るでしょ。なんで全然ちゃう。絶対そうやと思うね。絶対そうやと思うね。もう分かるで俺。つけながら。ハイちゃんのチャンネル。ハイちゃんの一番再生されてない動画のリンク。やめてよ。何再生ぐらいですか、一番再生されてないの。1000ぐらいじゃない。1000万貼られて。逆にすごいっすね。いやいや、ハギちゃん変わってんねん。吉本で夜のレギュラーが一番多いのハギちゃんやん。すごいっすね。で、プライベートのみんな好きやのに、ハギちゃんの収入気になりますね。びっくりしますよ。でも絶対悪くないでしょ。教えてください、月収。月収10いったらいいわけじゃない。嘘つくだろ。今は違うでしょ。給与明細持ってきても全然多分。よくて10なんぼとかや。ラボさんからはこれボランティアなんですか。ボランティア。もちろんです。ハギちゃんはボランティアです。友達みたいな。いや、お金発生すると揉めちゃうんで、吉本と。おぉ、なるほど。すごっ。だから遊びに来てる感じです。だから、ハギちゃんはハギちゃんで、影響力プラスはすればいいし、ありがとうございます。出していただいてるっていう感じで。でも全然影響力。バカバカバカ。いやいや、ちょっと待って。ちょっと待って。いや、たまになんかバイトしてる男のに、あれなんかラファルやめて。すごい影響力、今までなかったっすから。
すごい影響力ですよ、それは。プラスかマイナス。分からないけど、タトゥー入った人に写真撮ってくださいって言われて、ちょっとごめんなさいってこうバツされたような、やばい。バツも絶対ダメなんですって、写真。一般の人やったらっていうぐらいですね。徹底してるよ、すごい。まあでも全然本当に出していただいてるんで、ありがたいですよ。全然どう見ても話したとこんなに写真撮りました。いや、めちゃくちゃ。どう見ても話したんですよ、撮りました。やめとけよ、そんな。なんて言ったらいいんですか。俺もどうすればいいんだ、写真撮ろうや。めちゃくちゃ金取って反射みたいなもんすよ。なんてな。いや、まあ、それ、ね、イメージっすよね。まあ、僕らそういうの好かれますよね、動画内容的に。確かに、男の人がみんな好きなイメージですね、ヒカルさんとラマさん。十何万なんや。でも、吉本で十何万僕の感じって言ったら、多分みんな、うわーってなりますよ。もう一人暮らしされてますし。はい、ギリギリいっぱいですけどね。僕にはエポスカードっていう魔法のカードあるんで。MP つけるまでは、上げ続けれるんで。すごいな、まあ、ちょっとびっくりしました。夜はご飯一緒に行ったらご飯僕が払いますけどっていうのは、それはもちろん当然のことで、10日前だネクステの賞金レースやばいな、ね、ネクステ賞金レースってやってるんですよ、シリーズ化で4人いるんですよ、チームで2対2に分かれて賞金をかけて基本的に1本の方が戦うんですよ。で賞金最低10万からなんですよ。本当に渡してるんですよ。ちゃんと税理士も通して渡してるんですよ。それによって、名人とログマさんの収入、死ぬほど増えてるんですよ。何それはどっから手続きやったらいけるわけ。エントリーの手続きだけ。履歴書とかもちゃんと送ります。あ、ほらほら。あ、そうやってるんですか。どのぐらいですか。すごい。2週間に1回。第40何回とかにあるんですよ、今。常に誰か買った人間が、そう、10万円。トータルでだから200万くらいも。うーわ。まあ、もっと超えとうかな。俺らやったら何、まあ、人数はめちゃくちゃ多いな。ああ、ラムさん、ラムさん、確かに。それを賞金僕らの場合10万でやってて、全員が200万ぐらい獲得してるんで、だから800万ぐらい出てますね。えぐ、それはすごいな。でもそれがめっちゃガチで本気なんですよ、みんな。でしょうね。だからリアクションとかになるんちゃう、そんな。ズルするんちゃう。それもってことでしょ。ガチがないもんな、もう。それがやっぱね、受けてるっすね。難しいんですよ、企画に縛りが一番ある YouTuber なんで僕。まあ確かにね、仮面っていう。イーサンもそうですもんね。一番難しいんです、僕は実は企画作るの。それはやっぱりね、わけわかんない結果になりますよね。あと1個だけいいですか、ネタあげますか、はいはい、これマッキーじゃないですか、はい、マッキーネタで槙原紀之連れてくるネタ聞き間違い絡みたくないぐらい大物やから嫌やな会いたくないな、あんな大物の人と。大物の人と会いたくないんですよ。会ってみたら喋ってみたいな、石橋貴明さんとか、ランドン松本さんとかあるんですけど。何喋ってるか分かんないですよ。それは分かるんですね、俺も。本当に会話できるんですけど、気を使わないとダメなのがもうめんどくさい。こんな言い方したらあれですけど、社長さんで僕すごい人ばっかりやりますけど、クリエイターうんぬんかんぬん、僕なんか稼ぎしか見てへんから、それで言ったら、上ってあんまり会えないっていうのもあるし、会わないでしょ。確かにそれはそうですね。年間何回、そんな上の人と会うっていう、だから。クリエイターですか、自分より上。収入が。とかも含めて出会わないですね、それは。なんで、そういう一番難しい場になってきたというか。ちょっとトイレ行きたいんで、もう終わります。ありがとうございました。